どうも全国のスラッシュアクス界の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、属性スラッシュアクス装備紹介第3弾、雷属性のスラッシュアクス、こちらをねやっていきたいと思います。武器なんですが、あのゴリララージャンの武器をね採用しておりまして、こちらの武器強属性瓶となっております。今作ですね、まあ瓶の種類って3種類あって、スラッシュアクス強撃瓶、強属性瓶、特殊瓶っていうのがあるんですけども、強撃瓶がかなり弱くて、なんでかっていうと覚醒しづらいんですよ。なんで今回は強属性瓶、まあ2番目に覚醒させやすい、特殊瓶の次にね覚醒させやすい強属性瓶を採用したスラッシュアクスやっていきましょう。まずは混合ケンプでしっかりと方向は、まあ、キャンセルしていくと。でもちろん雷属性弱点といえば、そうティガレックス君ですね。昔から雷属性弱点といえばティガレックスと言われてましたんで、やっていきましょう。あとあれでしたね、あのネルギガンテとかもそうですね、確かに雷属性が弱点だった気がしますが、走り回るのやめてもらっていいですか。走り回るの迷惑なんでやめてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。この腕を、ティガレックスは攻撃していくことが大事ですね。これなんでかっていうと腕ダウンが入るんで。さあこれももちろん混合ケンプでそんなものは効かない。混合ケンプめっちゃ強いんでね、皆さん飛翔竜拳の方を使ってるかもしれないですけども、ぜひもう一回混合ケンプの有能性を小一時間語りたい。さあ腕ダウンを狙ってますね。とりあえず危ない。この、ね、腕の外側から殴っていくっていう感じですかね、基本的にティガレックスの立ち回りは、まあ、昔からそうでしたけど。よいしょよいしょと、ほいほい。で、あ、いいですね、ダウン入りました。でダウン入ったら頭狙うと。で一番 DPS 出るコンボは ZR で AAZR っていう、この動きが危ない危ない。ゴリ押ししたらいけた。 ZRAZR のね繰り返しが一番強いっていう話ですね。これコメント欄で教えてもらって、タイムアタック勢の方も使ってるコンボなんで、ぜひ使ってみてください。皆さんも ZRAZRZRAZR っていう繰り返しです。剣モードの時少しねこの2連切りがちょっとだけね、あの隙あるんで、あのなんかすぐモンスターが動くかもしれないなっていう時は、この ZR 連打がいいと思います。結構あのすぐに回避行動に入れるんで、高速変形でねめちゃくちゃ速いんで、 ZR にこんだけ速い過去作から見た人これびっくりするよね。さあここで、あーちょっと逆行っちゃったな。今後エンプ入力する方向に行くんで、入力する方向に向かってこうやって飛んでいくんで、さあダウン入った。で頭行こう。 ZRAA で ZR で ZRA で ZR、 あーこれ溜まってないんで A ですね。秘伝連撃で溜めに行くと、まあ、こんな感じでコンボつなげていくのが一番 DPS が高いらしい。なんかその変形切りのあの2連切りの後の ZR の、変形切りがめちゃくちゃ強い、まあ、モーション値が高いっていう話なんで、それを積極的に狙っていくって感じですね。危ない。いいですよ。あ、逃げますか逃げますか。あ、怒りますね。もちろんこれは混合ケンプで無効化してぶん殴っていく。こんだけねダメージ稼げるんで、方向中にやっぱ混合ケンプ最強だと思ってるんですけど、皆さんは飛翔竜拳派ですか。飛翔竜拳派と混合ケンプ派で結構永遠になんか議論できそう。やっぱパンパンしたいじゃないですかみたいな人は飛翔竜拳だし、まあ、僕みたいに方向中絶対もうなんか攻撃したいみたいな。おっと歯が刺さっていく。このティガレックスの行動かわいいよね。めちゃくちゃ暴れ回って自分の歯が岩とか木に突き刺さってしまうっていうね、ちょっとかわいい行動で、かける虫をゲットして追っていきましょう。ちなみに猫連れてきてるんで、自分でかける虫で移動しますけど、犬連れてきた方がタイムは短くなると思います基本的には。ただモンスターの素材をぶん取ってくれるんで、もうぶん取り1ぶん取り2とかいうなんかクソどうでもいいなんか名前にしてるんですけども、猫の名前もうちょっとね愛のある名前にしてあげろみたいな話はあるんですけど、ただぶん取ってくれるんで素材を、なんで序盤のうちはめちゃくちゃ重要ですから、ね、ぶん取りは。さあここで混合ケンプゴリ押し、かっこいい。混合ケンプダウンかっこいい。で飛天電撃で溜めていく。これがねめちゃくちゃ溜まりやすいんで、
今回は、ね、パンパン封印ですよ。ディガレックス、あの移動、この移動中にあのパンパンしてると一瞬で死ねるっていう話あるんで、さあ捕獲しましょう。しびれはなで捕獲ペッペッ、よし、まあ、パンパンは封印してね、こういう立ち回りの方が基本的には安定します。はい、でこれで一体クエストが、まあ、どんぐらいかっていうと、今だいたい5分20秒ですね。まあ、大体5分台では安定するかなっていう感じ、この装備を使っていれば。でしかもやっぱ砥石仕様を高速化つけてはいますけど、あんまりその切れ味を意識して立ち回らなくていいんで、結構ストレスがないです、立ち回り的に。他のね、強靭研磨の採用してる装備とかだとちょっとね、切れ味気にしないといけないとかあるんですけどもね、この装備すごい使いやすいんでマジでおすすめです。早速装備紹介パートやっていきましょう。はい、それでは装備紹介パートやっていきたいと思います。使ってる武器なんですけれども、ラージャンのスラッシュアックスですね。混合核っていうのかな。攻撃力が210、切れ味が緑で、属性が雷属性20となっております。会心率が、15% もあると。ラージャンの武器にしては珍しいんじゃないですかね。結構マイナス会心が多いイメージだったんですけども、他の武器どうなのかな。あのスラッシュアックスのラージャンの武器は会心率が 15% ついてるんですよ、元から。でスロットが、でかいやつ3空いてると。で装着瓶が強属性瓶なので、あの特殊瓶とかよりはちょっと溜まりづらいけど、強撃瓶よりは溜まりやすい、なので中間くらいの、まあ、だからそこそこ溜まりやすい瓶ですね。強撃瓶今回かなりね溜まりにくいので、強属性瓶とか特殊瓶が強いんですけど、まあその中の一つということですね。で100ルスロットは、鈍人の一撃っていうのがあるんですけど、これ後で説明しますね。で、オロミド防具ね、オロミド、ジュラ、ドーベル、ジャナフ、ハンターっていうのを使ってて、で5石は、弱点特攻1、回避性能1、スロット21っていうやつを、ね、使ってます。でここにドンキ使いと雷属性攻撃強化を入れてるっていう感じで、でですね、スキルなんですけど、まあ、こんな感じが全体のスキルになってまして、攻撃、必須スキルからいくか、必須スキルからいくと、雷属性攻撃強化レベル5、ドンキ使い3、強化持続3、高速変形3ぐらいですね。この辺が必須スキルになってまして、あとは自由っていう、感じかなと思ってます。で上から説明していくと、攻撃レベル7、これね本当はね弱点特攻レベル3と超回心みたいなことをしてもまあいいと思うんだけど、もともと回心率が 15% あるんで、ただ 100% にはなんないんで、なかなか難しいんで、見切りとかをねガン詰めしないといけないんで、なんで普通にシンプルに攻撃力を上げたっていう、まあそういう感じですね。で雷属性攻撃強化は、雷属性攻撃値を 1.2 倍するよという、これが強いので5まで上げていると。で、ドンキ使いなんですけど、緑色、切れ味が緑色以下の時に攻撃力が 1.1 倍になると。要するに無属性攻撃強化みたいなね、ワールドの時の。あの感じになるので、こいつ、この武器切れ味緑なんですよ。これね、緑が長いということで、今回はこちらを採用しています。結構強いですね。あまり研ぐということ、まあ、切れ味、もうあまり気にしなくても使える武器なので結構楽しいですね。で強化持続レベル3は、強化時間覚醒状態ですね、スラッシュアクスの覚醒状態になっている時間が 2.0 倍にできるんですよ、レベル3まで上げると。なので、まあ、実質的に追加ダメージが入っている時間が2倍になると、つけてない時よりもこれ強いということで入れておりますと。で砥石高速化はこれ別になくてもまあそれ困らないんですけど、1スロットがめっちゃ余ってるんで暇なので入れました。で、高速変形、レベル3、これは、ZR のね、あの攻撃、変形攻撃がかなり速くなるんで、もう早送りしてるのかなっていうぐらい速くなるんで、まあ、これは入れていると。で、しかも変形攻撃のダメージも 1.2 倍になるしね。で、弱点特攻とかは、これおまけっちゃおまけなんですけど、まあ、一応他のにつけたいスキルなかったんで、弱点特攻入れました。で、これは本当におまけですね。で、回避性の1は、これもおまけですけど、5石についてるやつ。で、回避ラップはレベル1頑張って入れました。スラッシュアックスって本当に回避と、自分のプレイングスキルで全ての攻撃をかわさなければならないっていう武器なんですよ。で、個人的には、回避ラップ2ぐらいあるとすごい、なんか相手の、攻撃避けれてさらに追撃ができるっていう感じなんですけれども、まあ、最近慣れてきて、まあ、1くらいあればまあいいかなっていう感じになってきたんで、レベル1に入れてます。これ、2とか3とかに、すると、まあ、世界変わるんですよ。なんで、もし2とか3とかがいいよっていう人は、まあ、スキルシミュレーターをね使って、2とかでシミュレーターかけてみてください。スキルシミュレーターの使い方は概要欄に載っております。はい、装飾品ですね、装飾品は攻撃攻撃攻撃
ケンマケンマケンマ続編来航来航、ドンキ来航来航ドンキでドンキ来航となっております。この僕かなりねあのスロットが空いてますんで非常に優秀といったところで、使ってる武器はこちらの混合核符っていうやつですね。結構あの簡単に作れて、金獅子ぶっ殺せば、まあ、ここ生産して攻撃強化なんで結構簡単に作れるかなと思いますね。でこいつのこの百竜スキル、百竜スロットの話なんですけれども、これですね、鈍人の一撃、切れ味ゲージが緑色以下で攻撃時に確率で攻撃力が上がると、基本的にこの武器永遠に切れ味ゲージが緑色となっておりますんで、こちらで攻撃をしていただければ確率で攻撃力が上がるっていうことで強そうだなと思って入れてます。まあここをね、まあ回避熱強化とかにしてあげてもまあいいっちゃいいんですけど 4% しか上がんないんで、まあこっちのなんかロマン風なスキルにしているということですね。はい、というわけで装備紹介は以上でございます。いかがでしたでしょうか。ぜひ結構簡単なんで作るのこの武器ね、皆さんも作ってみていただければなというふうに思っております。ラージャンの武器ね、なんかかっこいいんですよね、見た目ね。あ、どうせまた G 級とか来たらこっち側のハテナの部分が先に行くのかなと思うんですけど、はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。